ボンジュール、皆さん一度は聞いたことがあると思いますが、アメリカの大学は授業料がものすごく高いで有名ですよね。そんな中で今回の動画では僕が出身校のロチェスター大学に4年間授業料無料で進学した経緯をご紹介したいと思います。流星チャンネル、テーマはスカッシュ。今回の内容についてはもうすでにスカッシュをやっている子たちはもちろん、これからお子さんに新しいスポーツをやらせたいと思っている親御さん、そして将来子供を持った時にスポーツをやらせてみたいと思う方々にぜひ参考にしていただけたらなと思うお話になっています。まず単刀直入にお話をすると、僕自身もロチェスターに進学ができたのはスカッシュの一芸入学でしたので、進学を考えるにあたってスカッシュをやっているのが前提となります。ではなぜスカッシュをまだ始めてもいない方々に向けてこのお話をするかというと、スカッシュは世界的に見てメジャースポーツに比べると競技人口が圧倒的に少ないです。そのため競争率がものすごく低いです。ただ競争率が低いといっても、中にはマイナースポーツなんてやってる意味あるの?と思う方も世の中にはたくさんいらっしゃると思いますが、この現状だからこそです。アメリカの大学で一芸入学枠を取りやすいです。四字熟語で言うと傾向牛語に当たると思うんですが、とにかく誰にでもチャンスがあると僕は断言できます。それではまず僕の大学から紹介させていただきたいと思います。この大学は縦長のニューヨーク州の北の方に位置していて、創立は1850年、全校生徒数は約6000人で、すごく小さな大学です。年間授業料は500万円で、4年間通うとトータルで2000万円になります。これが無料ってだいぶ親孝行したと言っちゃってもいいですかね。現在の世界大学ランキングは171位で、僕が入学した年は95位でした。これは日本でいうと東大、京大の次に入るレベルです。この大学は過去にノーベル賞受賞者を7名輩出しており、そのうちの1人がなんと日本人です。あの2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊さんです。ちなみに僕は過去に塾に通った経験が一度もなく、自宅学習もほぼゼロ、学校の成績も常に平均以下でした。そんな僕がこんなに素晴らしい大学にスカッシュで入れたわけとは。まずは僕がアメリカの大学に行こうと思ったきっかけとなった2011年に遡りたいと思います。この年の半ばに僕の父親がアメリカ在住のスカッシュの知り合いから、毎年アメリカで冬に US ジュニアオープンというメジャーな大会が開催されていて、そこに名門大学のコーチたちが、大会期間中スカウトをしに来るという情報を、父親が得ました。この情報を得てから僕はすぐに大会にエントリーしました。僕はその当時17歳だったんで、この大会のアンダー19にエントリーして、一つ年下だったんですけれど、5位でフィニッシュしました。運も良かったのか、この大会期間中、2名の名門大学に通っている選手たちと対戦することができ、彼らに勝って大学全体から注目を得られました。最終的には僕が行ったロチェスター大学、その他にはハーバード大学、イェール大学、その他2校、からスカウトを受けました。もちろんこの大会でスカウトを受けなくても、他の海外のメジャー大会で、いい成績を残していれば、自分自身で直接コーチたちと交渉して、入学に進む、プロセスもあります。アメリカのジュニアスカッシュ界では、親が子供をアイビーリーグなどの、名門校に有利な条件で入学させるために、子供が幼いうちにスカッシュを始めさせます。世界のスカッシュ界でこのようにいい大学に入学してから、その後いい就職先を目指すことが頂点となっている、いわゆるピラミッド構造がしっかりとできている国は現状唯一アメリカのみです。これはもうさすがアメリカって感じですよね。話を戻すと、これらのスカウトしてもらった大学に入学する条件は主に2つあります。1つ目は、自分がその入学する年のチームのトップの実力を持っていれば授業料を全額負担してくれる。2つ目は高校の成績と入試テストになります。これは大学のレベルによって違うんですけれど、ハーバードとイェールなどの、アイビーリーグ大学の場合は、
高校の優秀な成績と SAT という日本でいうセンター試験みたいなもので8割くらいの点数を取ることが条件でした。でここで僕は高校の成績も良くないし、もともとそこまで勉強してこなかったので、さらに英語でテストを受けるのでここは即諦めました。そしてその他2校は TOEFL IBT という国際的なオンライン英語テストで、120点満点のところ90点を取れば合格できると。でもなぜかその他2校よりレベルが圧倒的に高いロチェスターだけTOEFLを80点取れば OK だと教えてくれ、さらにあのロチェスターはちょっと小さい大学で資金力もあまりないので毎年1名のみ、外国人選手を授業料無料で受け入れられると教えてくれました。そのため僕は入学できる可能性が一番高いロチェスターに狙いを定め、高校3年生の時から真剣にTOEFLクリアをするため勉強を開始しました。ちなみにこのビデオの冒頭での僕が全く勉強してこなかった件についてなんですけれど、実は中学の3年間だけマレーシアに留学していたので唯一英語のベースはありました。といってもペラペラではなかったのでTOEFL対策には結構苦戦しました。高校に1人だけパソコンを持って行って自習時間に他の、あの友達大学受験生に混ざって、1人で英語のエッセイをひたすら書いていました。そんな感じで勉強していたんですけれど、結局高校3年生の2月頃出願期限ギリギリになって、2点足りない78点取って、ロチェスター大学に、提出したらまさかの2点負けてくれて、合格できました。ちなみに他2校は僕の高校の成績を見せた瞬間にも却下されました。もう次の日です、次の日却下されました。でもなぜかロチェスターだけ、その悪い成績も、スルーしてくれてもう超超ラッキーだったと思います。では以上、僕がアメリカの大学にスカラシップ 100% で進学できた経緯についてご紹介させていただきました。僕は状況的にハーバードやイェールなどの、IB リーグに進学することは諦めましたが、進む道として選択肢があったのは事実です。自分自身は小さい頃からスカッシュをやっていなければロチェスターみたいな大学になんて絶対入れなかったので、マイナースポーツでも実力をつければこんなにいいことがあると思えた瞬間でした。せっかくロチェスターの話をしているのに肝心なロチェスター T シャツを着るのを忘れてました。最後になるんですけれど、スカッシュおすすめです。超超おすすめです。特に今幼稚園や小学校のお子さんがいらっしゃる方、スカッシュを始めさせるなら今でしょ。なのでどんな質問でもいいので積極的にコメント、動画説明欄に自分のインスタも載せていますので個人メッセージでも構いませんのでお気軽にメッセージください。ではでは、ボンジョルネー。